フェラーリ125F1はスクーデリアフェラーリが1948年から1951年まで使用したフォーミュラ1カー。フェラーリ初の F1 マシンであり、1950年に開幕した F1 世界選手権にも投入された。名称の125はエンジン1気筒あたりの排気量 125cc を表す。第二次世界大戦の後、フェラーリではジョアッキーノ・コロンボが設計した V 型12気筒 1500cc エンジンの開発が進められ、1947年にスポーツカー 125S がレースデビューした。同年に F1 規定のグランプリレースが始まると、フェラーリは1948年に 2000cc エンジン車 166SC のフォーミュラ仕様で参戦し、ついで純正。F1 マシンの 125F1 を投入した。125S から流用した 1500cc エンジンには、ルーツ式スーパーチャージャーが搭載され、230馬力を発生した。シャーシは、交換ラダーフレーム式で、ホイールベースは短く設計された。スイングアクスル式のリアサスペンションは、挙動過敏で、スピンの原因となった。この時期には 125F1 のシャーシに 166SC と同じ 2000cc エンジンを搭載した 125F1、166も存在する。1949年にはホイールベースを延長し、リアサスペンションをドディオンアクスル式に改めたことで操縦性が改善された。シーズン終盤にはエンジンが DOHC2 ステージスーパーチャージャー仕様となり、出力は280馬力に向上した。1949年仕様のマシンは 125F1、49と表記される場合がある。しかし、当時の最強マシン、アルファロメオ158との競争では力不足と判断され、1950年の F1 世界選手権シーズンの途中には、アウレリオ・ランプレディ設計の自然吸気式4500cc エンジンを搭載した 375F1 に主力の座を譲った。125F1 とアルファロメオ158は共にコロンボが手掛けた兄弟関係のマシンだったが、コロンボはこの一件でフェラーリを去り、古巣のアルファロメオに復帰することになる。数値は1948年型。125F1 は1948年9月5日の地元イタリア GP でデビューし、決勝最高は3位。その後の国内レース、チルキットガルダで、ジュゼッペ・ファリーナが F1 規定レースにおける、フェラーリの初勝利を挙げた。1949年は、ライバルのアルファロメオとマセラティが、レース活動を休止したため、国内外で好成績を収めた。アルファロメオから加入した、アルベルト・アスカリは、スイス GP で、フェラーリの国際グランプリ初勝利を達成。インターナショナルトロフィー、2段スーパーチャージャー仕様を投入したヨーロッパ GP でも優勝した。チームメイトのルイジ・ビロレージはザントホールト GP で優勝した。125F1 はイギリスの裕福なプライベーターにも販売された。ピーター・ホワイトヘッドはワークス不参加のチェコスロバキア GP で優勝した。トニー・バンダーベルのチームが購入した1台はボディをブリティッシュグリーンに塗られ、シンウォールスペシャルの名で出走した。2010年バーレーングランプリでは、1992年の F1 王者ナイジェル・マンセルがこのマシンに乗りでも走行した。フェラーリは1950年の F1 開幕戦、イギリス GP を欠場し、第2戦モナコ GP から参戦した。ワークスの125F1 は、モナコ GP から第5戦ベルギー GP まで使用されたが、アルファロメオの強さに対抗できず2位1回が最高だった。第6戦フランス GP はワークスが出走を取りやめたが、プライベート参加のホワイトヘッドは、アルファロメオ勢に次ぐ殊勲の3位を獲得した。1951年は、ホワイトヘッドがワークスで1回、プライベート参戦で2回125F1に乗った。F1 用エンジンの最大排気量は、下級式ならば 1500cc、自然吸気式ならば 4500cc と定められた。ダグ・ナイ、マシン設計哲学半世紀にわたる迷走の記録、F1 クラブ第6号、双馬車、1994年5月、49から50ページ、2010年3月3日、閲覧。AB 磯部冬季、フェラーリ、F1 レース出場の記録1947から1997年、スクーデリアフェラーリ1947から1997 50年全記録、ソニーマガジンズ、1998年1月、106ページ、2010年3月3日、閲覧。フェラーリ .com オールモデルズ125-1、新ウォールスペシャルとマンセル。ESPN F1、2010年4月9日閲覧。ありがとうございます。